Konami. Hayate no gotoku, Ojousama produce dai sakusen, boku iro ni somare.始めるぞ。こんにちは。Let's play Hayate no Gotoku DS にようこそ。名前はアレックス。はい、よろしい。そして新たな羊が生まれた。で、早速羊になったらしいです。主人公のハヤテだ。何、ゲームを説明するのか。こんばんは、ハヤテくん。はいはい、ストーリーはいいの。ゲームを始めてください。で、キャラクターセレクト、3000ナギ、マリア、カツラヒナギク、サクヤ、イスミとワタル、簡単な話ですね。最強の武器はもちろん C のハリセンダー、相沢サクヤ、元気なタイプらしいです。まあ、悪くないかも。もう後戻りはできないぞ。はい、分かっている。ほほん、うちとならまあ優勝や。そうならいいけど。またハヤテだ。ストーリーはいつ言ったのに。このゲームの主人公が私です。だから消えてください。ありがとう。はいはいはい、きっといい物語です。そしていいキーです。はは。なんでここにいるのか、この時間に。何年だっけ、13歳。どうでもいい。多分この場合は私は羊じゃなくてボディガードです。で、あったかいの話が終わりましたか。本当にそんな重要な言葉ですか。らしいな。ついに話が変わった。はい、よろしく。昨夜の部屋か。いよいよメインゲームの時間が来た。もちろん、この話の後。はいはいはい。昨夜早くして。私は今プロデューサーになったかも。なんか大げさなハンドばっかだな。改めて、レッツプレイ、ハヤテのごとく、お嬢様プロデュース大作戦にようこそ。よっしゃ。よっしゃ、確かに。早速、今日のレッスンを始めましょう。これがプロデューサーのメニューです。昨夜は元気なタイプ、だから最初に緑色のポイントを上げていけないんだ。はいはい、いや、これはない。ついでにツンデレな黄色のポイントも上がります。これとこれとまたこれ。はい、スケジュールは OK です。他に何かあるやろ。考えまとめるわ。やったで。そして元気とツンデレの力が上がったけど、不思議のポイントは下がった。これはアイテムと服のメニューだ。この2つだけ。どうでもいい、制服にしよう。で、メインメニューに戻ろう。そして次はスタートスのメニューだ。で、筋肉ばっかだな、サクヤは。まあ、普通の元気なタイプかも。あんまり不思議じゃないけど。次は、オプションのメニューはどうでもいいけど。はい、それで月曜は終わりました。次の日。ああ。で、ついでに昨夜をタッチしたら、アホやろ、自分。反動をする。とでも言ってほしいんか。その反応は予想以外でした。早く次のスケジュールに行こう。萌えと不思議な日らしいんだ。
クールとカデンサはどうでもいい。あーはい、それでいい。そうだするかい。まあ待て。そうだするかい。まずい。あんまり効果なかったね。ま、次の日。なんや？今日は元気な日か。けど萌えと不思議なポイントも欲しい。ま、欲しくなくてもこれにしようと、これ。はい。やめとき。そんなするかい。まあ待て。なんか昨夜はすごくバカになった。まあ問題じゃないけど。でまた次の日。ああ。おう。昨夜は毎日お元気だね。今日はまた萌えと不思議な日か。これとこれ、どっちにしよう。そして力を、プライドに上がってください。完璧なスケジュールだ。はい。よし、これでいいと思う。で、次の日は最初の修行の日だ。儲かりまっか。さあ、最後のスケジュールだ。で、最初の日は元気と萌えの日。元気ポイントはもっと必要と思う。あー、はいはい、不思議と萌えがそれでいいんです。いや、これにしようと。最後はこれ。はい、それでいい。まあ待て、他に何かあるやろ。やめとき。まあまあの結果だな。これでお嬢様コンテストを勝ちするんですか。けどそれで修行が終わった。明日は町の日、そして次はお嬢様コンテストの日で、修行の結果は見せるんだな。あー、はいはい、頑張ってね。あ、その息だ。そして今日も終わりで、また次の日。なんや？で、計画通り今日は町に行こう。動物の森じゃないけど、ここは三千学園町のセンター、ゲームセンターとビデオレンタルだ。はい、これにします。町のセンターだ。ここはアイテムを買うができる。けど私が欲しいのは新しい服です。あ、なんか変な服ばかり、そして高い服ばかり。ああ、もう残念けど上の服に選ぶしかないな。で、最も高い服はあんまり面白くないな。まあどれにしようかな。猫の格好とスーパーメイドの格好。ああ、これにしよう。はい、4300円だ。あ、円じゃなくてパトス。そしてまたセンターに行こう。はい、よろしいです。けど、今度はドレスショップじゃなくてアイテムショップに行こう。何かの安いアイテムがあると思う。で、これがツンデレのアイテムセットだ。そして元気なアイテムセット。あー、これにしよう。あんまり役を立つじゃないけど。はい、そして管理がなくなっちゃった。で、街に戻ろう。最後の目標は3000学園だ。マリア、イスミとヒナギクがいる。ま、イスミに話そう。はい、
この3人はお嬢様コンテストのライバルだと思う。そしてイソミは不思議なキャラクターだった。なんか嫌な雰囲気ね。イソミに舐められた。ああどうでもいいけど、お嬢様コンテストは本番だ。でついにこの日が来た。おお、今日はお嬢様コンテストの日だけどね、まずは新しい服に着替え。はい。ああ、完璧だと思う。このコスチュームなら絶対に勝利をする。可憐なタイプの服ですけど。で、アイテムは使わなくてもいい。なら本番に始まろう。第1回お嬢様コンテスト。そして伝説は動き出した。伝説の咲夜お嬢様。で、これがお嬢様のライバルたちだ。マリア、ヒナギクとイスミ。じゃあ、可憐なタイプのマリアに勝負しちゃおう。残念ですけど、イスミは強すぎ。負けるつもりはありませんわ。まあ、負けるけど。いよいよ本番が来た。咲夜。VS マリア。昨夜お嬢様 VS ライバルのマリア。お嬢様コンテスト、レディーゴー。昨夜お嬢様の最初で最後なコンテストだ。とにかくこのゲームの目標は簡単です。緑色の人たちは元気タイプのファンたちだ。けど MC がうるさいのでメニューが開かないんだ。ああもう喋ってないでコンテストを始めてください。ああ説明はいい、聞きたくもないけどあんまり選択肢もない。まったく、なんでスキップボタンがない。ああもうこのファンたちを昨夜お嬢様のファンクラブにもらっていたいんだけど、説明はまだ終わってなかった。ああはい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 。ああついにラウンド1が始まった。これがアピールのメニューだ。元気のファンたちがいっぱいだから元気タイプのアピールを使おう。だけど昨夜お嬢様は元気なキャラクターだから、早速必殺技ツッコミストリーム。ツッコミストリーム、私のテリトリーへようこそ。元気があるのも悪くないわよ。元気すぎるのは趣味じゃないな。ああマリアがカレンのアピールに使った。ははファンキラブへようこそ。で今度は一応モエとクールのファンたちか。まあこれで話が早いけど、萌えアピールを使おう。マリアの萌えアピールは悪くないな。なんでやねん。ブルー。え、なんで、ああ、しまった。萌えじゃなくて不思議なファンたちだった。これはまずい。まあ、不思議なアピールを使おう。行きますわよ。ま、マリアよりの効果あった。で、残したツンデレのファンたちは全員死んじゃったかも。ああ、今度はツンデレバカか。マリアとサクヤお嬢様、どっちが最強のツンデレか。で、ツンデレアピールを使って。なんでやねん。行きますわよ。ツンデレツンデレ。まあ、この勝負はサクヤお嬢様の勝ちか。そして寂しいも不思議なファンがまた死んだ。ああこれはまたまずい。カレンのファンたちがいっぱい出た。どうしようどうしよう。
マリアは可憐のタイプだ。だから、萌えのファンタジーをもらおう。萌えアピールを使って。おお、アホ！私のテリトリーへようこそ。アピールは足りないな。けど、まだ昨夜お嬢様の勝ちです。昨夜お嬢様の運がいい。最後のラウンドだ。そして元気なファンたちをまたいっぱい入れた。残念けど、必殺技はもう使った。聞こえるで、勝利の完成。私のテリトリーへようこそ。元気があるのも悪くないわよ。勝負ついたわな。タイムアップ。タイムアップで、もちろん昨夜お嬢様の勝ちです。おっしゃ、勝ったで。ふう、ついに終わった。そしてパトスをもらった。けど、昨夜お嬢様はコンテストに勝った。そして私の役目がもう終わってしまった。これはレッツプレイハヤテのごとくお嬢様コンテスト大作戦でした。じゃあ次のレッツプレイにまた会おう。さようなら。